リアム・ローソンはチームに加わってわずか3回目のレース週末でトップ10シュートアウトに出場することに成功した彼は3回目の F1 予選セッションで Q3 に進出した後アルファタウリの可能性を最大限に引き出すことができずアルファタウリにはさらなる可能性があると感じたまた彼はシンガポールでのデビュー戦でマックス・フェルスタッペンをノックアウトしトップ10入りを果たしたこのコースはレッドブルにとって ルーキーに厳しいことで有名なコースだ。4人のレッドブルドライバーのうち、ラップタイムを記録した唯一の選手であるにもかかわらず、10番手タイムしか記録できず、ニコ・ヒルケンベルグのハースの後ろのグリッドに並ぶことになる。アルファ・タウリは、定期的に、予選でハースを破ることに成功しており、ローソンには、もっとチャンスがあると感じていた。Q3 に進出するのは、明らかにエキサイティングだが、我々は、間違いなく最大化できていない。 我々が見なければならない点だと、彼は F1、テレビに語った。私の場合は、タイヤの、ウォームアップが関係していたと思うので、最後のラップで、グリップが急上昇したとは感じなかった。Q3 に進出できて、とても嬉しいが、そこには、まだ、さらなる可能性を感じている。リアム・ローソンが、Q3 進出後コメントしています。早くも Q3 進出で喜ばしいことなのに、我々は、間違いなく最大化できていない。 と、控えめなコメントです。10番手グリッドですから上出来と言ってもいいかもしれませんが。ハースに勝てなかったことを言ってますが、もう一つ。もっと、最大か云々はどこまでを言ってるのかはわかりませんが、角田裕希選手が9番で出したタイムは、1分31秒991でした。ローソンが出した最高タイムは、1分32秒166でした。0.175秒あります。角田裕希選手が出したのは、 1> Q 1ですから、路面状況は良くなっていきます。ですでから角田裕樹選手も Q3 に進出していたらもっと良くなる可能性があります。それと、Q1 から Q3 にかけてタイムが伸びていません。このあたりのことを含めて、控えめになる理由だと思っています。